はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ今回もねアークやっていきたいと思います。ですね、前回のね動画で捕まえていきましょうか。もうね、はいはい、こちらでございます。じゃーん、立派になりましたね。ライトニングワイバーンですね、185で捕まえてきた子、お名前ライデンユキチとなりました。ライデンユキチ、オスですよね。はいはいはい、こんな感じになっております。ちょっとねレベルもかなり上げたんですけどもね、はい、詳しい話はまた後でしたいと思います。そしてねこちらにですねポイズンワイバーンのね子も一人、加わっております。この子は女の子でね、毒乙女という名前なんですけどもね。はい、ということで、今回はですねこのね、2体の、まあ、ワイバーンの話含めですねフェニックスのね動画の後からいろいろですねちょっと加わったものとかね、うん、作ったものとかもいろいろいっぱいあるので、ちょっとその簡単なねご紹介等々も、していきたいと思います。さあまずはねちょっと時系列で話した方がいいと思うので、まずはねちょっとこっちから行きましょうかね。フェニックスをねやってる時にですね、まあ、時間がめちゃくちゃあったのでこんなのをね実は作ってたんですね。こうタレットってやつですね、このオートタレット、うん、アサルトライフルの弾丸を装填してっていうでねこれ作ったんですけども、こういったものをこのね拠点内にね5箇所設置してあります。ここにもあるよね、こういう風にね、これですね。でこれがねまあ優れもので、まあ、弾入ってるんですけども、ちょっと見てみましょうかね。これね実はねターゲットを、まあ、こんな感じで、設定できるんですよ。で今はね野生の生物っていうのをターゲットにしていて、なのでつまりですねこのタレットの範囲内に、野生動物が来るともう容赦なくですねこいつがねドゥ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 ンってやっちゃってくれるわけですよ。うん、そういうものをここ1、2でしょ、それからこっちがですね前面ですね、3、ほらこう向いてるでしょ、3、そしてここ、そうだから4方向押さえてやるでしょ。あとはですねここです、ここです、ここにもね設置してあります。でね、まあね、この場所なんですけども、野生のね、アルゲン、タビスですね、アルゲンですね、アルゲンやらカルナやらめっちゃ湧くんですよ、ここ。で、まあカルナとかね、そういったものは、はっきり言ってね、こう、まあ塀で囲ってあるので、まあ問題ないんですけど、アルゲンがね、ちょいちょい中入り込んできて、まあ悪さするってわけじゃないんだけど、まあ面倒なことなんですよ。つまりこう、敷地の中にね、入ってきて、中にはね、ここに入ってくる子もいるんだけど、ビューって。でそうすると、中立になってる子たちとかがみんなに一斉にね、おや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 、どやどやどやって感じでね、めちゃくちゃになっちゃって、まあ、煩わしいと。うん。いうことで、タレットをね、つけました。で、今ね、もうこのタレットに完璧に守られてるんで、この中はね。だから、もうこれ外に出しといてもね、全くもう今安全っていうことで、ちょっとね、広くね、こんな風に使ってます。まあ、この辺りの子たちはね、ちょっと大きいんでね。はい。ですね。そう。で、タレットを作ったって話。さあ、それからね、こちら行きましょうか。じゃいーん、ここですね。はい、ちょっと開けますよ。オープンと。大変なことになってるでしょ。ワイバーミルク、おい、どんなに溜め込んでるんだと。しこたま溜め込んでます。これね、行きますよ。はい、ここも入ってますね。そして、まだあるんですよ。はい、これ全部ミルクです。はい。はい、と。こんな感じね。何本あるんだろう、ちょっと数えてないんで分かんないんだけど、まあ、めちゃくちゃあります。まあ、何十本も入ってるんですね。うん。これね、ミルク。おいおい、そんなにミルクいっぱいどうしたんだよって話なんだけども、前回やったね、トラップで、まあ、メスを捕まえて取ってきたミルクも何本かもちろんあります。あのトラップでね、そうだな、あの後、5体ぐらいはやったかな。うん。なんだけど、こっち行きましょう。ここ。これなんですよ。これ。ハンティングトロフィー。なんだこのいかついやつだと。これ見てみましょうか。じゃーん。実はね、これね、アルファの、ワイバーンなんですね。これね、アルファファイヤーワイバーンって書いてあるでしょ。うん。これ1。これもアルファファイヤーかな。あー、これ全部ファイヤーだな。これもですね、なんかね、ワイバーンの谷にアルファ個体がいて、これたまたま全部これファイヤーなんだけど、もしかしたらファイヤーしかいないのかな、アルファ個体って。わかんないけど、これをですね、このね、アルファの、
Y1 をね倒すと、なんとですよ、倒したら、倒せばいいんですよ、あの眠らせるとかじゃなくて、倒したらミルクがね15本だったか20本だったかね、ドーンってこう手元にもらえるんですよ。めっちゃこれ便利っていうか、これが手っ取り早くって、もうこれでいいじゃんみたいな。だからね、これ見てください。これ仮に20本だとしたら、もうこれで60本分ここからもらったってことなんですよ。3体も倒してるんで。えぐいでしょ、これ。そう、だから、トラップにはめてね、ちまちまやって5本だけもらうっていうよりも、もうこっちの方が早いやと思ってね。そんな風になってます。だから今ミルクはもう余るほどっていうか、これね、もう腐っちゃうんだよね。これ一応、こういうね、塩も入れて、塩入れるとですね、時間が確か倍になるのかな？っていうことで、かなり時間稼ぎはしてるようにはしてるんだけど、で、これちなみにね、ここで、塩の保管。このね、あの、壺に入れるとね、塩がめちゃくちゃ長持ちするんだよね。そう。こんな風になってる。で、まあ、ミルクはもう当分ね、まあ、困らないから、そう。だから、もうとっととね、あの、卵をいっぱい取ってきて、早くね、いろいろと孵化させようかなって話なんですよ。それで、卵をがっつりもちろん取りに行ってます。ちょっとこちらご覧ください。じゃんと。はい。ここに入ってる卵、取ってきた卵なんですけど、まあ、ここに入ってない卵も実はあるんですけどね。うん。ちょっと2、3個、5個ぐらいかな。あの、処分したのもあるんですが、ちょっと見ていきましょうか。この赤いのがファイヤーで、緑がポイズンで、そしてね、青がライトニングなんですけども、レベルがね、渋いんですよ。90でしょ？95、20、50、95、75、10、95、10、55、45、50、55、40、20、15、90、30、20、35、5、70、これが1日だから110、40というわけなんですよ。でね、このね、ライデンユキチ君、初めて自分が卵を見て取ってきたやつが185だったんだけど、まあね、勘違いしちゃいましたね。楽勝じゃんと。高レベルの卵がいっぱい出るんだって思ったら、もうあれっきりでしたね。で、こっちの毒乙女ちゃんは165のポイズンだったんだけど、そうなんですよ。だからまだね、今のところこの2体しか孵化させてません。うん。レベルが低いからね、あとはね。あーもうこれね、185とかね、また来ないかなと思って、なんか最高レベル190みたいなんですけど、Y 版はね。だから、渋いなって、これが現実なんですよね。しかもね、ちょっと後でご紹介するんですけど、卵がね、あんまり湧かないんだよね。そのポッポコポッポコ、すごいペースで。結構時間かかって、ようやくね、1個、なんか湧いたみたいな風で、なかなかこれ難航してます。もしかしたら、かなり時間ちょっとかかっちゃうかもしんないかなっていう、高レベルのね、やつ集めていこうと思うと。まあ、もっと言っちゃうと、今、このね、成人になってるのは、ライトニングとポイズンしかいないじゃないですか。そう。だから、ファイヤーのね、大人も欲しいんだけど、まあ、さっき見てもらってわかるようにね、ファイヤーがですね、まあ、軒並みレベルが低くて、最高でも95なんだよね。だから、これはちょっともうちょっと頑張ろうかなって感じです。はい。あとは、こちらですね、ティラコレオが、二人ね、ずいぶんまあレベルも上がってて、この子ね、ミラコレオちゃん。この子ね、パリコレオちゃんっていうね、これ双子だったかな、どうだったかちょっと覚えがないんだけど。はい。で、ミラコレオちゃんはね、もうほぼね、まあ完成形かな。体力15,600の、あと何書いたかな、スタミナは多分いじってないと思う。近接がね、1230まで上げました。はい。まあめちゃくちゃ強いです、この子。正直言って。もうね、この辺の地元じゃもう負け知らずですね。はい。まあ、洞窟攻略にね、連れていこうかなと思ってるんで、一応まあ、洞窟攻略っていうことを考えるなら、まあ、準備はできたかなって感じですね。で、バックアップメンバーとして、このね、パリコレちゃんがいるんだけども、パリコちゃんは若干ですね、これ、攻撃力が低いんでね。はい。まあ、HP 振っておくか。で、MC カマーもまあ、かなり仕上がってて、あとね、ここにほら、ユーティラがね、わさわさ3体もいるんだけど、オス1体のメス2体ですね。レベルはいずれも全部低いんですが、この子たちのおかげでですね、有精卵、無精卵ね、問わずですね、卵バカスカに産んでもらってて、これ無精卵、こっち有精卵ですね。で、ほらほら、タレットやってる。今画面出ましたね。前衛右が撃ち殺したって言ってるから、こっちだな。これが今捉えましたね。
ほらほらほら、やってるやってるやってる。ね、そこにいるでしょ、前に。こういう感じ。うん。で、もうね、防御バッチリだよっていうことですね。そう。で、このユーティラのね、卵を使ってですね、もう作っちゃいました。じゃーん。ね、キブルのね、特急です。アイランドの時には、特急まで作らなかった。超級だったかな、黄色いやつだったかな。あれまでしかやらなかったんですけども、これ作りました。まあ、これ作るためにはね、蜂蜜が必要なので、蜂蜜の何場所を見つけたから、それを取ってきてどうのこうのっていう風にやってます。ですね。まあ、あとね、この干し肉関係も、ま、かなり溜まりました。まあ、こんだけあれば十分かなってことでね、今ね、自分のね、とこにも入ってるんですけども、これもやってます。まあ、ただ、キブルね、今更も作ってもね、もうテーブするものがいないから、まあ、どうかなってとこはあるんですけどね。さあ、駆け足でね、説明したんですけど、あ、そうだ、もう一人忘れてました。大事な、もう一人忘れてました。はい、こちらでございます。アイランドでもね、お世話になったダイオドンですね。お名前、ドクター D と言います。この子は、レベルがいくつだったかな ?130 だか、それぐらいだったか捕まえたと思います。でね、一応ね、この子一人だけ捕まえてきた理由なんですけども、その戦闘に連れていくとかね、ボス戦がどうのとか洞窟とかそういうのに一切連れていくつもりはなくて、名前の通りですね、ワイバーンがね、結構やっぱりね、その卵取りに行ってダメージを受けちゃうことがあるんですよ。そうで、ここに帰ってきて、回復ですね、回復用で、一体ね用意してるということですね。はい、無効にしてあるのはこっちで置いとくとですね、こっちの餌袋に肉全部食い散らかしちゃうんで、向こうへ置いてるって感じです。あ、またやってる、またやってる。ほら、来た。リマントリアレベル135倒したってなってますね。はい、こんな風ですね。さあ、じゃあですね、行きましょうかね。ちょっとまず、じゃあ、ポイズンから行きましょうか。こんな感じなんですよ。どうですこれ、目線がめっちゃ遠いでしょ。これね、一人称視点こんな感じ。そう、ポイズン。これ、色はかっこいいよね。いかにもなんか毒って感じ。で、じゃあ行きましょうか。トウオと。わっさーってね、羽が大きくてね、でかくて。で、こう、大きいからね、スピード感がないと思いきや、これめちゃくちゃ速いんだよね。あっという間にこう、今、ね、ダッシュモードで飛んでるんですけども、こんな感じ。だから、アルゲンに比べて、もう全くもってでしてね、これはね、速いです、移動が。だからもう、いよいよ、このマップがね、もうワイバーン手に入れたら、なんだろう、狭く感じちゃうみたいな、こういう風ですね。ほら、優雅でしょ?そうなんですよ。で、この子は、ポイズンっていうね、名の通りですね。まあ、左クリックが普通の攻撃なんだけどね、この噛むっていう攻撃なんだけど、これですね、こう噛むってやつね、これ、ちょっと、もうちょっとアップにするか。これね。で、右クリックで、ブレス、毒のね、息を吐くんですよ。ちょっとやってみましょうか。こういう感じね、ドワーンって。ちょっと分かりづらかったな。これがまあ、若干ですね、ちょっと難しいっちゃ難しい。まだ慣れてないんだけど、ポイズンはね、あんまり使ってないから慣れてないんですけど、ちょっと待ってくださいね。ここにこう行きましょうか。で、こっちの方が見やすいかな。こういう感じ、ほら。なんか、ロケットランチャーのイメージで、こう、撃つとですね、追尾型じゃなくって、その、十字キー、真ん中のね、十字が出ますよね。その、ちょっと下あたりに飛ぶイメージなのかな。で、毒だから、ダメージがこうね、そこでほら、毒を浴びてる人たちが、毒ダメージが残ってるっていう、そういう攻撃。ただね、このブレスもね、スタミナを使ってるから、こう、バン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 、こう、吐き続けてもいいんだけど、スタミナがなくなっちゃうと、もうですね、できなくなっちゃうんだよね。はい、こんな感じです。これね、結構むずい。はいはい、ガン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 。あとね、気をつけなきゃいけないのが、このブレスね、自分ですね、この登場してる自分も食らうと、毒ダメージ入るんで、一回ね、それでね、死んじゃいました。自分の仲間の入った毒で。そう、あれみたいな。何が起きたんだみたいな。こうですね。これ割と難しいんだよな。飛びながらこれ当てるのね、むずいんだよね。ちょっと回復したら飛びながらやってみましょうか。よし、行きますね。こういう感じで、こう。
はい、こうですね。はい、こうですね。こう、弾が、こう、まっすぐ飛んでってっていう風だから、動いてるね、相手には、なかなかちょっと難しいかなっていう、慣れがかなり必要ですよね。こうですね。とーって。上行きすぎた。下行きすぎた。ですね。はい、こんな感じ。で、あとは、これですね。ちょっと一回、戻りますね。こうですね。歩くでしょ？で、ダッシュで歩くこともできますね。こうやってね。うん。で、まあ、交代もできますよ、ということですね。まあ、小回りが効かないからね。それが、まあ、あれっちゃあれなんだけど、まあ、こんな感じ。気をつけなきゃいけないのが、さっきも言ったんですけど、このブレスはね、なんだろう、フレンドリーファイヤーっていうか、味方も全部食らっちゃうから、これ今、毒乙女ちゃんが、こっちのライデンにやると、ライデンもダメージ食らっちゃうし、もちろん、こう、自分も食らっちゃうから、それだけ気をつけなきゃいけない。だから、今これ無抵抗にしてあります。拠点の中でもし何かあった時にね、大変なことになっちゃうから。よし！じゃあ、いよいよ行きましょうか。真打ち登場でございます。ライデン諭吉。ステータスがね、えげつないことになってて、体力が16000ですね。スタミナめちゃくちゃ上げて2600。そして、あとね、近接もちょっと上げたかな。603っていう風ですね。はい。じゃあ、この子のね、まあ、その、なんていうかな、性能というか、あれはですね、ちょっと今からね、行く、ワイバーの谷のとこで、ご紹介したいと思います。じゃあ、そちらまで移動しましょう。さあ、あっという間にね、ここまで来ましたね。もう、ほんとね、このワイバーになってからかね、ここが近くなった、近くなった。はい、ちょっと見てみましょうか。こんな感じでございます。かっこいいね、このね、ライトニングワイバーン。色がね、いいよね、この赤くて。そう、ちょっと飛んでいる様子も。こうですね。うぃー、優雅に飛んでますわーと。こんな感じ、こんな感じ。かっこいい。手にした仲間はみんなかっこいい。あるある。で、ですね、ちょっとじゃあ、どっちから行きます？まあ、こっから行くか。ちょっと中入ってみましょうかね。あ、ほらほら、いるいる。今ね、左下に、あれ、アルファですね。あの、白っぽいやつ。赤いね、もやをまとって、あー、いた。赤いね、もやをまとってますね。あれがね、アルファなんだよね。だから、あれを倒すと、ミルクをね、めっちゃもらえるんだよね。さあ、で、あ！ファイヤー湧いてる。待って待って。おっと、いいタイミングで湧いてるじゃないか。なんだけど、ちょっと待ってください。一旦ね、ちょっと端まで行きましょうよ。今ね、一人ね、タゲがついちゃってるから。タゲついてもね、しばらく飛んでると外れちゃうから、あんまり気にしなくてもいいっていう感じなんだけどね。そう。でね、その脇がいまいち、ほら、全然湧いてないでしょ？ここもないでしょ？脇がね、なんか渋くって、で、これまでいろいろ試しててですね、まずは、なんかここにいるね、ワイバーをね、全部ね、倒して、で、どうなるかな、とかいろいろやってたんですけど、ワイバーもう何体倒したかっていう、もう、すごい数倒してるんですよね。で、倒した後ですね、しばらくすると Y バーンね、確かに湧いてくるんだよね。なんだけど、Y バーンが湧いたからといって、必ずしもですね、卵が湧いてるわけでもなくって、Y バーンを倒して、Y バーンが湧いて、卵も湧くかもしれないような感じ。体感としてはね、詳しくはわからないですけど。で、今ね、もうこれが、ここまで来たよね。ここが今ね、これ今上上がると分かると思うんですけど、ほら、前回やった、ここなんですよ。そう、ここなんですよね。だから、この子がね、この子をゲットした卵が、ちょうど今その目の前のね、とこだったんですけど、今ね、気づいたと思うんですけど、今そこのあの上のね、あの岩みたいなところから、ここまでの、ここまでのこのエリアですね、この範囲、ワイバーンすらいないんですよ、ここ。卵が全部空っぽは当然なんだけど、このエリアね、もうあれから結構何十時間もやってるんだけど、ワイバーンすら湧かなくなっちゃった。だからワイバーンが湧くのに何かね、そういう条件があるのかな、みたいな。だからここはもう、はい、もうシャッター街ですよ、ここ。このエリアね。ここから、ここまではもうダメと。で、こっから先が、ここもかな？ここもシャッター街になってるね。ここもいないんだよね。だから、Y1 すらいないから卵ももちろんないと。
いうふうになってて、なかったですよね。ほら、今左側も、ないないないでしょ。で、こっからはね、Y1 が湧いてるんだよね、ほら。結構倒してるんですよ、ここもね、めちゃくちゃに。で、こっから Y1、これ確かにめちゃくちゃ湧いてるから、ここだったら、卵が、今ないですけど、まあ、ポツポツとね、湧くことがあるって感じ。でもめちゃくちゃ渋い。はい、全部空っぽ空っぽ空っぽでしょ。で、このエリアも、ほら、卵そこ湧いてるよね、左側ね。今来てないから行っちゃう？さあ、冒頭で言ってたファイヤーですね。これ、頼む、高レベル来てくれ。これ動画収録してるときに、なんか神がかっていいのが来る。あるある。行きます。てれってれってれ。95か。なんか95以上出ないんだけど。で、ゲットするでしょ？で、はい、次行きますって感じ。で、これね、ゲットすると、どっかから来るはずなんだけど、追っ手が。来ないんだよな。これ来ない時もあるんだよね。まあ、来てもいいんだけどね、別に。はい、ないでしょ？おー、アルファがすぐそこにいる。やばい。ちょっとアルファ後回しにしよう。アルファも倒しますけどね。まず今卵だけ見たいので、こうね、ワンワンいっぱい飛んでますけども、今自分ちなみにこれライトニングだから、あ、ライトニング湧いてるじゃん。ライトニングワイバーンは、ライトニングのね、あのビームは無効なんですよ。そう、だから同種類の、あのビーム系は無効。逆にこっちの攻撃もね、相手に通らないから、今自分はね、ライトニング乗ってますよね。だから、ライトニングを倒すときは、あれ、アルファ2体もいるんだけど。ここにもいる。マジか。痛い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 。で、このエリアもね、不思議で、このエリアね、めっちゃ湧くんだよね。こうやって何回倒しても何回倒しても。なのに卵だけ湧かないんですよ。つまり、今自分のね、やってる範囲の挙動では、真ん中のエリアしか卵が湧かなくなっちゃってるんだよね。よし、来た。これ今ライトニングとポイズンだな。で、こんな感じで、とりあえず、これね、今、強烈。強烈ビーム！これすごいでしょ？ 196 がえげつないほど入ってる。このライトニングかっこいいよな、この青いやつも。で、これは今相手ライトニングなんだけど、このブレスお互い通じないから、もう殴るしかないんだよね、こうやって。なんで、自分よくやってるのは、もう地面に降りてですね、まあダメージもらってもいいから、こういう風に殴るって感じですね。はい。で、ね、これをですね、ガブガブとやると、爪がもらえるんだけど、もらえない時は落ちてるかな？はい。こっからですね、この爪をね、コレクトしていくと。よし。これ、あの、あれですよね。ボス戦の貢ぎ物にいるんでね。あの、オビリスクで確認したんだけど。で、これもね、しっかり回収していきますよ、と。で、このやり方で、まあ、多少このダメージ食らっていっちゃうから回復しながらっていう風にやりたいんだけど、あのね、Y バーンがね、生肉を落とさないんですよね。生肉じゃなくて Y バーンって霜降りしか落とさないから、それがちょっと面倒っちゃ面倒。よし、さっきのライトニングの卵見に行きますか。さあ、来たけど、ちょっとこれあまりにもね、敵が多すぎるから、もう全部連れ出して、外に。よし、みんな来てくれ。こっちだよ。ちょっと全部ね、まとめて掃除しましょう。来てるか？ 3 体引き連れてきた。よし。で、ファイヤー1体の、ライトニング、じゃ、ん？そうだ、ライトニング2体か。これめ、ああ、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、こっち来い。ライトニングはもう全然なんともないんだよな。ファイヤーがめんどくさい。あの火がね、結構ダメージ痛いんだよね。よし、ファイヤー1番110倒した。あとはもう、さっきやったようにですね、もうここに固定放題で殴って倒す。このライトニングな、ほら、よく見たらちょっと黒っぽいのと青っぽいのいるでしょ。この青めっちゃかっこいいんだよな。はい、倒した。よーっしゃー。まとめて倒せましたね。ポイント何に振ろっかな。HP かな、やっぱり。HP 振っときますか。よし、じゃあ、
行きましょうかね。さあ、このね、ライデン、ゆきちくんのお嫁さんになるような、ね、高レベルの卵だったらいいんだけどな。まあ、兄弟になるかもしれないけどね、お嫁さんじゃなくてね。どこだったっけ？向こうかな。あった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 。はは、ポイズンがまだいた。よし、これも掃除しちゃおう。ビーム！はい、オッケー。さあ、お卵レベルはいくつなんだい？あ、今チラッと見えた。15。ちょっと待って。変なとこ入っちゃった。15ですね。渋いでしょ。もうなんなんだ、この渋さはっていうね。あー、渋いな。ちょっと見ていくか。アルファが2体湧いてたな。ほら、これアルファですよね。レベルいくつなんだろう。レベル10か。ちょっとちょっかいかけてみます？その前にこのライトニングを処理してからにしよう。よし、ちょっとアルファ個体ちょっかい出しましょうか。まあレベル10ならまあそんなに多分困らないと思うんだけど。あれ？これ。待って、これライトニングか？あれなんだ？画面がなんかおかしくなったぞ今。え？ワープした今。あ、ファイヤーだな多分。あ、ファイヤーだ。あれなんだ今、画面がおかしい。画面がバグってる。なんだ？すり抜けたまた急に。来て、こっち。あ、来ないな。ドゥル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 言ってるんだけどね。おーい、来てくれよ。そんなとこいたら、こっち一方的に打ち放題じゃん。こっち来てくんないかな。そこだとね、ミルクを回収するのがめんどくさいんだよね。おい、こっち来いよ。あー、ポイズンも一緒に来ちゃった。なんか頭隠して尻隠さずみたいになってる。あ、来た来た、よし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 。ただまとめてポイズンとかなんやらいっぱい来ちゃったな。ファイヤー2体でポイズン1体か。あ、やばい、クンクンクンが来た。おら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 。いや、きつくっせ。ちょ、スタミナがまずいぞ。でもおら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 、まずいね、スタミナが。はい、あつ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 。旋回しながらやらないとね、ダメージ食らっちゃうからな。ほい、よし、ファイヤー1人撃破。ただこっちのスタミナがちょっと危ないぞ。ほら、よし、アルファ倒した。でポイズンも倒した。オッケー、まとめて。オッケー、じゃあね、行きましょうかね。これがねすごいんだよね、これ。アルファね、行きますね。ガブっていくでしょ。そうするとじゃーん、ほら、ミルクね。あとね、そうそう、これまで紹介忘れてた、ワイバーンのね、グローブスキン、これつけてるんだけどね、かっこいいでしょ、これ。こんなのもらえます。で、ね、トロフィーと、これいくつあるんだろう ?3、4、5、6、7、8、9、10。ミルク50本だった。30じゃないや、20じゃないや。50本だ。道理でいっぱいあるはずだ。めちゃくちゃじゃん。50本もね、そう、だから今、アルファ倒せば50本も手に入るから、普通にやるのの10回分ってことか。いいね。はい。まあね、こんな感じでですね、ここをね、もう地道にね、何度も何度も、あ、雨降ってきた。やったやったやった。恵みの雨だ。こんな感じでね、地道にここをね、もう何度も何度も来てるんだけど、まあ今ね、見てもらったら分かるようにね、渋いんですよ。一回回って、ああやってね、一個二個あればいい方かな、みたいな。うん。で、またこう入ってきたんだけど、やってる間に、何かじゃあ湧いてるかなと思った。これなかなか湧いてないんですよね。もっとね、時間空けないと湧かないかなって感じ。
そうですね。まあだから手っ取り早くやりたいなって時はもうとにかく Y1 をね倒しまくっていくしかないみたいな。で、走行してる時間でっていうのもあるし、ほらここにもアルファいる。そもそもあれなんだよな、きっと今いる Y1 を倒さないと多分新しい Y1 湧かないですもんね。だからそうなっちゃうよな。よし、戻りますか。じゃあ、はい、というわけでございましたね。雨が降る中エンディングでございますが、はい、このねライトニングアイバン強いわ。めっちゃ気に入ってる。うん、めっちゃ強い。でも今この子でね、今見てもらったように、ワイバンの谷に通ってるっていうですね。よし、そういえばミルクね、50本もなーって感じだよな。もうこれどうしよう。まあまあどうしようもないけど、とりあえず貯めておくか。あ、またパンパンやってるね。もう入らないな、これ。またあれだよな、この保存庫増やしてもいいんだけど、まあ、キリがないからね。うん、まあとはいえね、時間経過でロスしてる分があるから、まあ、補充していくって感じかな。はい。で、今回ですね、まあ今ちらっと言っただけで、ポイズン3体ファイヤー3体でライトニング4体、あと、アルファでしたよね。ということでこちらご覧ください。じゃーん。はい、もう今ポイズン26、ファイヤー30の、ライティング26、今これだけ倒してます、すべてね。まあ回収できてないのもあるから、まあ、これ以上倒してるんですけど、26、30、26というふうですね。でトロフィーがまた1個手に入っちゃったし、ね、このスキンもね、ほらどんどん溜まっていくっていうとこですね。よっしゃー、卵もじゃあ最後ここに入れてね。今回はライトニングレベル15とファイヤーが95。ファイヤーが95以上出ないな。これ何なんだろう。95が4つぐらいあるんだけどね。うん。はい。というわけでございましてね、今回ここまでとなります。ではね、また次の動画でお会いしましょう。